総理のご判断として。ですから、まあ、急激な価格変動、長い目で見ればこれ均衡する話ですから、今まさにね、物価立憲民主党の後藤祐一でございます。電気代が高くて困るという声、全国から寄せられておりますが、これ東京電力の場合で示しておりますけれども、一般家庭260キロワット時使う標準家庭の場合、2020年12月には6367円だったんで、これが昨年9月には9126円、43% 上がっていると。これが今の価格です。で、これ税金を使って2割ぐらい下げるという激変緩和対策事業というので、その後2割ぐらい下がって7306円になるんですが、その後今料金認可申請、値上げ申請というのが来ていて、東京電力の場合 29%、 北陸電力は 46% を引き上げというものすごい値上げ申請が今なされているところですが、これが上がると9917円というふうに5月支払い分から なるんですが、ここまでよくマスコミで説明されてますが、減緩和になってないじゃないですか。2割下げてから3割上げちゃったら、これ1月検診分ですから、国民の皆様2月の支払いから2割下がるんですけど、2月に2割下がって統一地方選挙を迎えるわけですよ。それで統一地方選挙が終わった後の4月検診分、5月支払い分から3割、北陸電力だったら 45% 上がるわけですよ。統一地方選対策じゃないですか。これどこが激変対策なんですか。申請に先立って先行して引き下げを行うということでありますし、先ほど2割、この、平均家庭で2割程度この引き下げるということを申し上げましたが、これは電力の使用量によってその額は増えるわけであります。特に冬場において使用量が増えた場合には、その値引きの額、これは増えるというこの仕組みになっています。電力を多く使う大きな大勢の家庭においてそのメリットは大きくなるなど、この制度として様々な工夫をし、激変緩和に資するような制度設計を行っているということであります。まあ、これはうがった見方かもしれませんが、もう去年の2月ぐらいからもう電力会社苦しかったんですよ。燃料費調整制度っていう為替と原油相場が上がったら自動的に料金上げられる制度が、もう上限5割分しかできないんで、上限に張り付く会社が2月3月ぐらいから出てきて、そうするともう赤字がどんどん溜まっていくわけですよ。本当はもしかしたらもっと早く値上げ申請したかった可能性を、もしかしたらまあまあ統一地方選より後にしてくださいっていうところまでやったんじゃないかとは言いませんが、そこも含めてですね、非常にこう選挙的なタイミングになってるなということはご指摘申し上げておきたいと思いますが、今大手電力会社2社はしてませんけども、7社こう申請が出てきてるんですけども、この前提となっている為替レートが137円レベル、これが11月末ぐらいに出してきた5社ですね。あと東京電力などは140円、北海道電力144円ということなんですが、でこれ原油の相場もこの頃の方が高かったわけです。で今日の1ドルレートはだいたい130円ぐらいです。これは燃料費が上がったから料金値上げなので、この査定の中で為替だとか原油価格ですとか LNG とかあるかもしれないけども、それを踏まえた査定をすることで適切な電気料金ということにすべきじゃないですか。経済産業大臣西村康稔君。実際払う場合にはですね、その燃料費調整制度ご案内の通りでありまして、各月の数ヶ月前の為替レートや燃料価格が反映されますので、料金改定後も為替レートが改善したような、円高の方に行ったような場合にはですね、それに伴う費用低減の効果が自動的に料金に織り込まれることにもなります。後藤祐一君。これは踏まえてやっていただけるという答弁だと理解しました。これはしっかりやっていただきたいと思います。続きまして麦の値段ですが、これはパスタですとかパンですとかカップラーメン、お菓子、いろんな値段に影響するわけですけども、日本の制度っていうのは輸入小麦は全部政府が一旦買い取って、それをメーカーなどに卸してるんですが、その値段政府決められるわけですね。でこれ去年の大体半年おきに値段を決めてるんですが、去年の10月、価格が相当上がってしまう想定だったもんですから、据え置きにしました。これ自体が一つの判断だと思いますが、問題はこの次なんです。今度の4月の値段を決めるにあたって、前回据え置いちゃったんで、本来は過去半年分の相場を見て、
次の半年のお値段決めるんですけども、実はですねこの国際相場小麦下がってるんです、相当この黒い線ですけどね。で1年分見ちゃうと、去年の前半4月から9月までの高いお値段のやつが入っちゃうんですよ。でこれは原則に戻して、去年の10月から今度のまあ3月か、まあ、その前の月か分かりませんが、直近の半年分で計算すれば小麦の価格少し抑えられるんじゃないんですか。次総理に伺いたいと思いますが、これ政府が決められる価格なんで、そんなないですよ。でただあんまり安くして減収が出ちゃうと、これを財源にして国内の麦対策の予算の財源になってたりするんで、そこはちゃんと確保しなきゃいけないんです。ですからこれこそまさにね、我々あんまいいと思わないけど、物価高騰対策予備費になるものが5兆円積み増してるんですよ。それ使うのにちょうどいいじゃないですか。これ穴開いたってせいぜい300億なんですよ。これ総理のご決断です。この予備費を使って、もし穴が開いたらそれ一般会計から埋めればいいんだから、半年分の国際相場を見て4月の小麦の値段決めるべきじゃないですか。総理、価格の予見可能性と加えて、今小麦の国産化を進めています。国内でこれ小麦 をこの生産する方々を、この推奨しているわけでありますので、これ海外から入ってくる価格について、この様々な取り組みをすることは、そういったこの方々にも影響が出るわけでありますので、その点も総合的に判断した上で価格というものを考えていかなければならないと思います。ですから、急激な価格変動、これは回避していかなければなりませんが、今言った点も含めて政府として、価格についてどう考えていくか、これを考えるという点は重要であると認識をいたします。もちろん平時の通常の価格の時にそんなことしちゃいけませんよ。ですが小麦っていうのはロシアとかウクライナがまさに大生産地なわけで、国際的に逼迫しているわけですから、値段高い時にはやはりよくお考えになって、3月の前半のところでこれ決まると思いますので、これは農水省に任せるんじゃなくて総理のご判断としてやっていただきたいと思います。次年金についていきたいと思いますが、年金のマクロ経済スライドというものがあります。これ簡単に計算しますと、例えば2023年4月からの年金をいくらにするかという計算は、2022年の1月から12月の物価変動率、これは 2.5% なんですけど、そこからマクロ経済スライド分、つまり長い目で見て年金財政が持つようにしましょうねっていう、まあ言ってみればカットされる分が 0.3% 分あって、さらに2020年2021年はこのマクロスライドやってないキャリーオーバー、宝くじのキャリーオーバー嬉しいですけど、このキャリーオーバーも勘弁していただきたいんですが、この 0.3% 分があって 0.6% 差引かれて、2023年4月からの年金は 1.9% 上がることになっています。つまりこれ物価上昇率よりも年金上昇率が低いという形になるわけですが、これ今きついわけですよ、お年寄りにとっては。さっきの電気代も上がってるし、でちょっと調べてみました。今お年寄りのにとっての物価っていうのは世の中全体の物価とちょっと違うんです。特に光熱水費、まさに電気代ですとか、こういったものって若い世代よりもずっと一日家にいますから使うんですよ。あとは生鮮食料品を含めた食料品の占める家計の割合が高いんですよ。でこれは統計を調べて、お年寄り物価上昇率っていうのを私作ってみました。そうしますと、この赤い方がですね、お年寄り物価上昇率、65歳以上の世帯の方の1ヶ月何を買ってるかっていうものをウェイトをつけて計算すると、直近で言うと 4.3% で、全体の平均は 4.0% ですから、0.3% ぐらい違います。去年の歴年で見ても、この年金を決める額の前提となっている 2.5% よりも 0.3% ぐらいお年寄り物価上昇率は高いんですよ。これ踏まえた形でやるべきじゃないですか。でさらに言うと、この1年全体を取ってしまうと、さっきの麦の話と同じです。この赤と青のグラフ見てください。去年の1月とか2月っていうのはそこまで物価上昇率高くなかったんです。まだ 1% 台とかだったんですが、この11月12月は 4% ですよ。で今足元では 4% 増のところから始まっていくわけです。ですからもうちょっとリアルタイムに物価上昇率に合わせた年金改定率にしないとお年寄り持たないですよ、総理。ですからこの物価上昇率についてはキャリーオーバーやめろっていうのももちろんなんですが、お年寄り物価上昇率を使うべきじゃないか。そして直近の例えば4ヶ月の物価上昇率を使えば、例えば全部の世帯平均しても 3.65 で 1.15% も違うんですよ。お年寄り物価上昇率で、直近4ヶ月だったら 3.86%、これだったら 3% 以上の年金改定率になるんですよ。でこれ、ね、お年寄りにとにかく上げればいいって話してんじゃないんです。これ物価が下がるときは逆に
厳しい数字になりますから、年金というのは長い目で見て均衡することは大事ですから、ああこれは短期で取ったら得するときも損するときもあるので、長い目で見ればこれ均衡する話ですから、今まさにね物価のことを考えても、今の3つの提案、キャリーオーバーやめろ、お年寄り物価上昇率を使え、そして1年じゃなくて4ヶ月ぐらいの直近の物価上昇率を使うべきだと思いますが、まさにその若い方の保険料を上げない中でですね、どうバランスを図っていくのか、まあ、そういった中で今お指摘のあったマクロ経済スライド等の制度が導入されることによって、その実現を図っているわけでありまして、したがって今回今さっきと委員お話があったように、物価の上昇率に対して過去のキャリーオーバー分、あるいは今年度のマクロ経済スライド分を含めて、年金の改定率を計算をさせていただいている。これはまさに今申し上げたようにバランスを取っていくということであります。それから世帯主の65歳以上の世帯の令和4年の消費者物価指数は、総務省の発表では前年比プラス 2.9% とベースになっている率よりも高くなっているわけでありますけれども、しかし先ほど申し上げたように、受給される側とやっぱり負担される側のバランスをどう図っていくのか、したがって受給者である高齢者のみなら支え手である現役世代、その消費実態、そういったものも勘案する必要があると考えておりますし、また今お話があったような形を採用することによって年金財政にどういう影響を与えるのかというのを慎重に議論する必要があると思っております。さらにその四半期ごとの改定ということでありますけれども、これ改定するとですね、例えば国民年金の保険料、その都度都度改定するわけでありますから、そういったことにするとまた現役世代の負担というものがもかかる頻度が上がってくるという問題がありますし、また正直言って日本年金機構等と相当な処理が発生するということでありますから、事務負担の正確性、事務処理の正確性といったような課題もあるということで、そうした議論も慎重に議論する必要がある、慎重に検討する必要があるというふうに考えています。後藤祐一君。円高になったとき、原油が安くなったときは逆にお年寄り物価上昇率が低いんですよ。長期的にはこれはゼロですからね、大臣。であと手続きって言いますけど、だからマイナンバーカードとかやってるじゃないんですか。マイナンバーカードあんだけこう使ってくださいって、こういうことをリアルタイムに物価上昇とかに対応できるために進めてるんじゃないんですか。何のためやってんですか。では次に行きたいと思いますが、